よし。よし、または足、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 学名、は、稲かよし族の多年層。河川及び、湖障の水際に、背の高い群落を形成する。よしを三内四,四の種に分ける場合があるが、一般的には、よし族に属する唯一の種とみなされている。日本では、聖子のよし、鳥、及び鶴よし。 ストドを別種とする扱いが主流である。英語で一般的にリード、リードと呼ばれるが、湿地に生える背の高い草の総称もリードと呼ばれる。本種のみを示す場合はコモンリードと呼ぶ。元々の呼び名はアシであり、日本初期に現れる豊橋原の国のように、およそ平安時代まではアシと呼ばれていたようである。 さらしな日記においても関東平野の光景を、武蔵野の名家と聞く紫も咲いておらず、足や奥木が、馬上の人が隠れるほどに追い茂っていると書かれている。8世紀、日本で、律令制が敷かれて全国に及び、人名や、土地の名前に、縁起の良い漢字二字を用いる工事が一般化した。足についても、足を早期させ連想させ縁起が悪いとし、 足の反対の意味の、よしに変え、よしらがよしらになるなどし、よしとなった。このような経緯のため、足、よしの呼び方の違いは地域により変わるのではなく、新旧の違いでしかない。現在も、標準和名としては、よしが用いられる。これらの名はよく似た姿の稲荷にも流用され、草よし、あ足など和名にも使われている。条件さえ良ければ、地下茎は一年に、 約5メートル伸び、適当な間隔で根を下ろす。垂直になった茎は2から6メートルの高さになり、暑い夏ほどよく成長する。葉は茎から直接伸びており、高さ20から50センチメートル、幅2から3センチメートルで、細長い。花は暗紙色の長さ20から50センチメートルの塩水果樹に密集している。温帯から熱帯にかけての湿地帯に分布する。 主として河川の下流域から、翡翠域上部、あるいは日潟の陸側に、広大な茂み、吉原を作り、場合によってはそれは最高100ヘクタールに及ぶ。根元は水に浸かるが、水から出ることもあり、特に日潟では、干潮時には干上がる。水流の少ないところに育ち、多数の茎が水中に並び立つことから、その根本には泥が溜まりやすい。 このように多くの泥が集まり蓄積する区域は、その分解が多く行われる場所でもある。他方で、その茎は、多くの動物の住みかや隠れ場としても利用される。ヨーロッパとアジアでは特に、ヒゲ柄、ヨシキリ、サンカのゴイといった鳥類と関わりが深い。泥の表面には、巻貝やカニなどが多数生息する。アシハラガニはこの環境からその名をもらっている。このように、 多くの分解が行われ、多くの水生動物の拠りどころとなる足原は、自然の浄化作用の上で重要な場所であり、野生動物と環境保護に重要な植物群落であると言える。また、このことから釣りのポイントの一つでもある。北米では、ヨシはヨーロッパからの帰化種だという俗心が広がっている。しかし、ヨーロッパ人の移民以前に、北米大陸に、 よしがあったという証拠が存在している。もっとも遺伝子を見る以外ではほとんど見分けがつかないヨーロッパ型は北米在来型よりもよく育つため北米でヨーロッパ型よしが増加している。これが固有種を含む他の地帯の植物に深刻な問題を引き起こしている。最近の研究により移入型と在来型の形態の違いが明らかになった。 ユーラシア遺伝子型は、北米遺伝子型に比べて、短い恥だ 1.0mm 未満、短い A 約 3.2mm 以下を持ち、茎の特徴で区別される。近年、北米型はサブスプ、ソルティンストル、ピーターソン、アンドソングという亜種に分類され、ユーラシア型はサブスプと呼ばれている。学名としている基礎異名とも呼ばれていた。 まっすぐに伸びる茎は木化し、竹ほどではないにせよ材として活用できる。古くから様々な形で利用され、親しまれた。日本では稲刈りの後に足刈りが行われ、各地の風物詩となっていた。軽くて丈夫な棒として様々に用いられ、特に足の茎で作ったすだれは、吉津と呼ばれる。また、屋根材としても最適でかやぶき民家の吹き替えに、 現在でも使われている。なお、神社の儀式で用いる、松松は、火で松の木の芯と吉を一緒に束ねたものを使用する、場合が、初的である。日本神話ではヒルコが足舟で流される。最近では、足舟の製作も、市民活動として行われるようになってきている。ちなみに、南米で足舟と言われるのは、この足ではなく、かやつり草かの太いの仲間で、 古代エジプトにおいても同じくかやつり草かのパピルスを使っている。足の茎は竹同様に中空なので笛として加工するにもよく足笛というのがある。西洋のパンフルートは長さの異なる足笛を並べたものである。ギリシャ神話においては妖精シュリンクスがボクシンパンに追われて足に身を変えたところ風を受けて 音が鳴ったため、牧審判によって、笛に変えられたという逸話から、その名が付けられている。古代中国における楽器、章も、同じ系統である。また、七力の、絶、中東のクラリネットに似たと呼ばれる楽器やズルな、西洋木管楽器の振動音源部、リードとしても活用される。勘違いされるが、英語で足を意味するリードにはいくつかの種が含まれ、本種も、 音源のリードに使用されるが、多くの西洋楽器のリードに使われるのは、断築、ジャイアントリードという種である。製酒原料のヨシパルプについては、中国湖南省の道帝湖周辺や上海市の数名棟などで実用化され、トイレットペーパーや紙コップなどに加工されているほか、旧ソレニアルマニアで製造工場が稼働していたことがあり、日本国内においても、 滋賀県の琵琶湖産のものなどが、名刺や、はがき用に少量を生産されている。この他にも、肥料、燃料、食料、生薬原料、魚具、足、ペン、ヨシパルプなどの用途があり、現在でも利用されるものや、研究が行われているものもある。近年、ヨシワラは、浅い水辺の埋め立てや、河川回収などにより失われることが多くなり、その面積を大きく減らしている。 吉原は自然浄化作用を持ち、多くの生物の拠りどころとなっているため、その価値が再評価されてきており、吉原復元の事業が行われている地域もある。足に関して、最も有名なヨーロッパ文学での言葉は、ブレーズ・パスカルによる人間は考える足、ロゾー・ペンセントである以外にないだろう。ジャンドラ・フォンテーヌの偶は、多くと、足、レシェーンイン・いるロゾーでは、 傲慢な多くが倒れてしまったのに対し、倒れないように自ら折れて、風雨をしのいだ足の姿が描かれている。また、古事記の天地の初めには、最初の二柱の神が生まれる様子を、足首のごと燃え上がる者により手と書き表した。足首とは、足の目のことを言う。その二柱の神が作った島々は、豊か吉原の千秋の、超五百秋の水穂の国と言われた。 これにより、日本の古名は、豊か吉原水穂の国という、さらしな日記では、関東平野の光景を、武蔵野の名家と聞く紫も咲いておらず、足や青木が、馬上の人が隠れるほどに生い茂っていると書き残し、江戸幕府の命で遊郭が一箇所に集められた場所も、足の茂る湿地だったため、吉原と名付けられ、後に縁起を担いで、吉原と改められた。 古代エジプトの死者の書に書かれる人が死後に行くことができる楽園、アールは足が茂る玄野である。万葉集では、足、足、安行、あのという書き方で五十種に及び読まれている。和歌において様々な異名が用いられるのも特徴で、浜鬼、ヒムロ草、玉井草、何和草といった別名が使われるほか、方言では、スゴロ、青森、亜生、和歌山、古希、 なるみ、とぼし、たるみ、ひいひいだけ、くしきのという言葉が一部にまだ残っている。南波の足は、伊勢の浜尾木は、ものの名前が、地方によって様々に異なることを言う。平安末期の住吉森歌合わせにおいて、藤原俊勢のことで、南波の方では、足とだけいい、東の方では、よしとも言うとあり、また、伊勢島では、浜尾木と名付けられていると書き残されている。 足の髄から天井を覗くとは、狭い両圏では物事を捉えることはできないという意味。中国の創始にある、感を持って、天を伺う、という言葉と同じ意味を持つ。すべての風になびく足とは、フランスのことわざで、都合によって、節操を変えることを指す。折れた足、足に寄りかかるの両方ともイギリスのことわざで、当てにならないという意味である。 旧約聖書列王記においても、エジプトを折れかけの足に例えて、頼ってはならないという同様の意味で使われている。ヨーロッパにおいて、足は、その弱さを人間性の一面と見る向きがあるが、一方では、足が矢となるということわざがあり、実際にその茎の特性から、矢として使用されたこともある。前述の群話をもとにした、嵐が来れば多くは、倒れるが、足は、 立っているということわざもあり、ヨーロッパにおいて、足は弱さと同時に、したたかな存在とされていた。あ、よ族、よし族、学名、は、田舎の族の一つ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。